裏レポ音声レポート裏ラジです。裏レツは先週末阿部勇樹選手の引退会見を開きました。そして今週末土曜日には横浜 F マリノスとの対戦を控えています。今日も河合拓さんに聞いていきたいと思います。高根、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。阿部選手の引退が発表されまして、会見も土曜日ですかね、あ、日曜日かな、はい、あ、土曜日か、日曜日です、日曜日ですね、日曜日にありましたね。行ってきました、うん、はい、高根も質問してました、ね、いやー、なんか分かっているんだけれども頭の中では、うん、はいはい、でも心がついていかないんですよね、正直なところ。なるほど。もう阿部選手からにはもう本当にいろんなことを学びましたし、うん、もう共に戦ってきたし、うん、こう苦しんでる姿も見ましたし、はいはいはい、もうなんかサッカー選手ってこうあるべきなんだよっていうのを、うん、あのピッチ内外ともに教わってきたなっていう、うん、もう感謝の言葉しかないです、うん、いや正直言って、はい、いやもう1年ね、3年計画のね、うんうん、来年ラストじゃないですか、はい、で今年天皇杯含めて ACL 取りに行ってるわけですよ、うん、出場権を、はいはい、そしたら3年計画のラストの年にやっぱり ACL 出場して、うん、そこに阿部選手がいるっていうね、うん、いやー、まあしょうがない、まあね、うん、もうそんなんかもう行ってたらキリがないですけれども、いてほしかったかなって、うん、いうふうには正直思うし、まだできる、うん、まだできるって思ってしまうところもあるし、はい、いや逆に引退を決めるんだったら、うん、一回ジェフに戻してあげた方が良かったかなとか、いや以前ね、以前から、はい、もうずっと千葉の関係者の方に会うたんびにですね、阿部選手をジェフに戻してくださいよとかって言って、うん、いやいや私に頼まれたってまあそれだけやっぱジェフにとっても大切な選手だったでしょうからね。そうですよ、うん、ジェフにとってみればもう本当にずっと育成の頃から大事に大事に、うん、そして高校生でデビューして、うん、でもずっと大事に育ててきてね、うん、でオシム監督のもとでもう本当に考えて走る、うん、でどうやったらうまくいくんだっていうのを本当スキルアップしてって、うん、いやもうこれからジェフを支えていく、うん、もうそういった中でオシム監督が日本代表の監督になって、うん、はい、ジェフを離れた途端に、うん、阿部選手もちょっとこうぽっかり心の中に穴が開いてしまって、うん、うん、オシムさんがいないっていう風になった時に、うん、はいはい、じゃあで心機一転、うん、自分のスキルアップを目指して、うん、ジェフを離れようっていう風に離れて、うん、どこに行こうって考えた時にね、もう本当にあの時は上昇軍団ですよ、浦和は。はい、はい。でね、次の年は ACL 出場権があるし、うん、っていうことで、はい、じゃあ自分のスキルアップでって言って、うん、浦和にいらしていただいたわけなんですけれども、うんうん、はい、もうあの当時のこと未だに覚えてますよ、やっぱり。はい、ジェフの関係者の方からね、うん、うちの阿部をよろしくお願いします、うん、とかって言って、わざわざお電話いただいて、まだ発表になる前ですよ。おそんなことがあったんですね。ありました。でね、まだね、あの発表になる前なんですけれども、って、で、そのうち浦和さんの方からも公式に発表があって記者会見があると思うんですが、うん、って、もうね、とにかくね、会見のそのメディア対応のこととかね、うん、すっごい心配してたんですよ。ああ、なるほどね。もうすごいね、人見知りが激しくって、社
りなんですよ。でもね、打ち解ければすっごい、心開いてくれて、いい選手なんですよ。で、もう真面目すぎるし、サッカーに対して真摯に受け止めて、もうとにかくサッカーのことしか考えてないんでね、それをうまく言葉にして表現しようと思うと、なかなかこううまく表現できなかったりとかして、なんか一時メディア嫌いだとかっていうふうに思われたりとかするところがあるんですけれども、でも本当に、言葉をね、一つ一つ選んで喋る選手なので、誤解されやすいんですけれども、とかって言ってね。そんな風に、頭下げられた電話がありました、あの当時。でも、実際に阿部選手に会って接してみて、なるほどな。なんか、言葉よりも、プレーとか、態度とか行動で、ね、プロの選手ってどうあるべきかっていうのを、メディアに対して一生懸命喋ることもプロとしては確かに必要なんですけれども、阿部選手はまた違った意味で、プロの姿勢っていうのを示すことができる選手だなって。だからその背中を見て、私たちも感じたし、背中を見て他の選手たちも学ぶことが多かったんだろうなっていうふうに思います。それで大事なことになるとちゃんと話してくれましたし、なんかジェフ時代の時はね、フリーキック蹴ってね、阿部選手に決められたシーンとかももうありましたよ、昔。ね。でも、浦和に来て、そんなに阿部選手がフリーキックを蹴るっていうことがなくって、どうしてなんだろうって、遠慮しちゃってんのかなとか、いや、なんでだろうとかって思って、阿部選手に聞きに行ったことがあるんですよ。そしたらもう本当に阿部選手が、いや、膝の状態が良くないんだよ、古傷でね、とかって。で僕がフリーキック蹴った時は、足の状態がいいんだな、万全なコンディションなんだなって思ってっていうふうに、もうなんか嘘つけない選手なんですよ。なるほどね。正直にそういうふうに答えてくれたりとか、あと、ね、どんなにピッチの中で削られたりして、こう、ね、痛かったで痛いんですよ。本当に痛いんですよ。本当に痛くて痛くて痛くてたまんないんだけれども、相手に対して罵声を発したりとか、喧嘩腰になったりとか絶対しないじゃないですか。確かにね、すぐにスッと立ってプレーに戻るじゃないですか。で、それって、やっぱね、見習わなきゃいけないことだなと思いながら、阿部選手に聞いたら、だって無駄じゃん。無駄な時間じゃん、それって。しかも痛いっていう風にね、いう顔をしたりとかしたら、狙われるでしょうって、今すごい痛くてまともにトラップできないだろうとかって思われたら嫌じゃんって、だから大丈夫大丈夫っていう風にちょっと離れるんだよって、すぐに立ってちょっと離れるんだよって、本当にね、なんか、そうだよな、プロってこれだよな、とかって思わせてくれたシーンでしたし、もうね、あとね、大分行った時なんですよね。ほうほう、大分戦で、阿部選手がゴール決めて、アディショナルタイムが終了間際に同点に追いつかれた時だったかな。引き分けだったんですよね。その時、阿部選手が、負けはしなかったのに、両手を合わせて、応援しに来てくださった、ファン、サポーター、浦和に愛する人たちに、両手をね、合わせて謝ったんですよね。なんで、阿部選手悪くないじゃん、あんなに一生懸命やって、もう精一杯ね、100% に力を出したじゃないって言ったら、何言ってんだよ、勝たなきゃ意味がないんだよって、私が逆に怒られました。はいはいはい。
もうあんなにね、遠くまで来てね、うん、応援しに来てくれたんだよ、うん、それに応えるには勝つしかないんだよ、うん、って、もうね、浦和を背負う責任っていうのをすごく感じてる選手だったし、うんうん、ACL 優勝して、うん、私は成し得てくれたなって思って、浦和のためにも本当に応えてくれたなと思ってるのに、はいはい、いやいや僕はまだ浦和では何一つ成し得てないって、うんいうふうに、ずっと、ことあるごとにずっと、まだまだ、まだまだ、って、レスターから帰ってきた時も、浦和でまだ何も成し得てない。あの、連続出場記録をね、更新した時も、まだ、もう本当に通過点だし、何一つ成し得てないんだよ、って。もうその言葉の奥には、うん、もうリーグ優勝、そういうことですね。そして、うん、天皇杯優勝、もう2冠取って、ACL 優勝っていうね。で、前優勝した時は、1回目の優勝の時は、阿部選手は移籍してきたばかりで、前の年の選手たちが作り上げてきた土台に僕は乗っただけだって、そう表現したので、はいはい、で、2回目の ACL 優勝した時は、いや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 、リーグ優勝じゃないじゃないか、だから違うんだよ、成し得てないんだよ、なるほどね、もうずーっとおっしゃってましたし、あとそう練習中とかでちょっと若い選手が、はい、まあ、揉めたりとか、イライラして、ね、まあ、誰かとは言いませんけど、多分この放送聞いてらっしゃる方は、ああ、あの選手だな、とかっていうのが、わかると思うんですけど、もうすぐ、スッと、飛んでって、やめろ、もう、肩に手当てて、ピッチの外出して、もうゆっくりゆっくり話して、諭すような感じで、なんかね、なんかこうチームがバラバラになりそうな時にね、まあ柏木選手もよくやってましたけれども、そういうことを、でも阿部選手の一言っていうのは、みんなにとって大きかったですね、いや本当にね、サッカー好きなんですよ、だからそのサッカーが好きってで、そのあらゆる要素の部分、もうそのサッカーに関わる全ての部分に対して完璧を求めてったっていうふうに思いますね、なんかやっぱそういう姿がレッツサポーターが愛したってところなのかもしれないですよね。そうですね。でも共に戦ってくれるっていう、もうね、阿部選手自身もね、その応援してくださる方々っていうか、浦和を愛する人々のことをもう仲間だと思ってますからね、だからその気持ちに応えたい応えたいっていう、それがまだ僕は浦和で成し得てないっていう言葉になったんだろうなとかっていうふうに、もうね、語り出したら止まらないですよ、ね、止まらない、朝まで行っちゃいますよね本当にもうね、だからね、いやもうごめんなさい、ね、ね、まだまだ、だから 100% 完璧なものを求め、作り続け、それを追い求めていった阿部選手だから、まあ、あのコラムにも書きましたけれども、おそらく体のことで、もうこのぐらいだったらいいだろう、このぐらいだったらこのぐらいのプレーしかできないっていうのが、もう自分の中で感じたんじゃないかなって、それがあの阿部選手がお話になった、サッカーをね、やりたい、やれるっていう部分の差、差が、それが愛人になったっていうふうにおっしゃったから、これじゃないのかなと思った、だってどれだけ体がケアしてきたか、食事の面に関しても、どれだけやってきたか。だって、普通試合が終わったら、みんなもう終わって、で、バスに乗って、で、帰っていくじゃないですか。まあ、ケアする選手もいますけれども。でも、阿部選手は、あの、誰もいない大原練習場に行って、交代よくやったりとかね。
まあ、支えてくださったスタッフのこととか、メディカルのこととか、うん、水上さんのこととかね、うん、もう本当に感謝しかないとかっていうように、うん、もう頭下げていらっしゃいましたけれども、うん、まあ、あと奥様ですよ、食事も随分気遣かっただろうな、うんうん、もうそういう部分、うんうん、それでもやっぱり みんなに支えられて、ここまで、うん、で40まで来られたっていうのは素晴らしいことだったと思うし、うん、だから、うん、結構ね、はい、今年勝負の年って言って、うん、で自分のお誕生日の40歳になるまでの間、はい、悩んだんだと思いますよ、うん、で、まあ、開幕スタメンから結構いい形で、うん、まあチームとしてはなかなか結果が出なかったけれども、うん、ね、リカルド監督の、うん、やり方を浸透させていく部分では非常に大きな役割を担ってくれてたと思うし、うん、そうした中で、ね、うん、怪我っていうか、うん、まあ、コンディション不良っていうような表現をしてましたけれども、はいはい、ずーっと離脱して、はい、ね、リハビリをリハビリしても慎重に慎重にこう、うん、あ、また、まあ、なかなか練習公開されなくて言ったら、はいはいはい、また安倍選手別メニューだとかっていうようなシーズンだったので、うん、ああ、で、40になった時にもう、その前まではちょっと悩んだと思うんですけれども、うん、40歳の誕生日を迎えた時に、もう、決断したんですよね、うん、きっと、うん。だから、もう、でもね、サッカーから離れるわけじゃないですし、はい、これから指導者としてね、やっていくわけですから、いつまでもどんな立場になろうが、阿部選手のことを応援していきたいと思うし、一緒に戦っていきたいと思うし、はい、そして最後ですよ、最後、はい。このラストをね、どういうふうに阿部選手。そうですね。そうしたらね、そうやっていろんなことを考えたら、うん、やっぱり天皇杯優勝して ACL の出場権を手に花道を作ってあげたいなって。うん、そしてキャプテンがね、天皇杯を掲げるね、うん、シーンをやっぱりみんなで作りたいし、うん、作らなきゃいけないですよ、うん、だから絶対に天皇杯優勝しないと、うん、それはもう裏を愛する人たち、もう選手、スタッフ、監督も全て一丸となって、うん、天皇杯優勝しましょう。そうですね。あと、その阿部選手に続いて、牧野選手も契約満了で今季限りの退団ということで。はい。ね、まあ、やっぱ3年計画の2年目ですけど、今年やっぱ世代交代が大きくされるシーズンとなってくるのかなっていうね。いや、もうすでに、ピッチの中見ても、うん、ああ、世代交代したな、っていうふうに感じますよ ね、うん、ね。メンバーがだいぶ変わりましたからね、今シーズンだけどもね。そうですよ、やっぱショルツ選手入ったってことによって、うん、で牧野選手もなかなかこう試合出場できず、うん、それでもね、やっぱりね、うん、ベテランですよ、うん、嫌な顔一つせずね、うん、自分ができること、自分の役割、うん、フォワードで使われようが、うん、そこで結果出したっていうのも素晴らしいですし、うん、もうだから牧野選手はもう現役続行ね、うん、決めて、はい、次なる新天地でまた輝くんじゃないかなっていうふうに思いますけど、うん、はい、でもあの天皇杯優勝するまでも牧野選手、はい、戦ってもらわないと、うん、本当にそうですね、でも本当になんかね、チームを支えるって、うん、阿部選手もそうですけど、はいはい、牧野選手の姿見てても、うん、そうですよ、うん、練習中から声出して、もう必死になってプレーして、うん、ああだこうだっていうふうに盛り上げながら、うん、ああ、これがもう百戦錬磨、戦ってきたベテランの選手のね、うん、輝きって本当に大切だなっていうふうに感じさせてくれました。うんうん、はい。そして本日、大原練習場でのトレーニングがメディア公開されましたけども、今日は選手たちの表情はどうだったでしょうか。もう、うん、オフ明けなんですけれども、はい、かなりインテンシティの高い練習できつかっ
ったですよ。なんか、ね、写真レポート見てもね、みんな倒れてるシーンもありましたもんね。いや、追い込みました、追い込み。最初の方はね、こう体幹とか基礎トレーニングのところで、基本の動作とかパスだとかっていう、もうなんか、結構みんな難しそうな、なんかつまんなそうな、それでも真剣に取り組んでるっていうね、ああ、ここちょっと体があれなのかなとかって感じるのかなとか、ストレッチも入れたりとかっていう、そういうちょっと難しそうな表情でしたけれども、リフティングをしながら、対面する選手とボール交換をね、ギュッとするっていう、それで息が合わなかったりとか、せーのって言ってこう出すんだけれども、タイミング合わなかったりとか、いや、1、2の3で出そうって言ってるのに、1、2の3、せーのってやったりとか、なんか、コミュニケーションって大事だなっていうふうに感じましたし、トーマス・デン選手なんて、ワン、ツー、スリーねって言ってるのに、ワン、ツー、スリーって、もう相手は出してるのに、ワン、ツー、スリー、ゴーで出すから。タイミングが一個合わないっていう。あ、合わなくてトラップできなかったとかっていう、まあそういうところはちょっと楽しい雰囲気がありましたけれども、ただもう本当にね、特筆すべきはアップが終わった後ですよ。レポートにも書きますけれども、数的不利な状況で前からプレスをかけていく白組と、数的優位、ゴールキーパー含めて8人、8人対相手は6人っていう。で、8人の赤組っていうのは、後方から、まあゴールキーパーも使って、後方から攻撃を組み立てる。で、ハーフエアラインを目指す。ハーフコートで行われたんで、そこを目指していくっていう。攻撃側が数的優位なわけですよ。で、そこに数的不利な状況の白組がプレスを、マイプレスをかけていくっていう練習をしてたんですけれども、いやー、先週の練習からしてもそうなんですが、攻撃側が常に数的優位の状況で、のゲーム形式ですなよるほど。ね。それはやっぱマイプレッシャーをかけられた時に数的優位を作ろうってことですかね。そうですね。そこを狙ってますね。なるほど。だから、赤組に対して、その数的優位な状況に対しては、まあ、確かにリアルではないんですよ。リアルではないけど、こう前の選手のイメージを持ちながら、相手のプレスの状況を判断するようにっていうような指示が出てました。なるほど。で、白組は奪ってからショートカウンターですよ。で、人数が少ないから、ちょっと走る距離とか無理しないと、ハードワークが求められてて、で、ハードワークしながら連動していかないと、絶対ボール奪えませんからね。その中で筆頭に目を引いたのは、写真にもありましたけど、興梠選手のプレスのかけ方、すごいですよ。うまい。こうね、ずーっと走り回ってるわけじゃないんですよ。スッと引いて、相手がどうするかなっていう読みの判断の鋭さ。ここだと思った瞬間に、グッとそのプレスのスイッチ入れるんですよ。そしたら、それにつられるように、木下選手とかもグッと行くんですよ。で、はめ込んでボール奪って、で、興梠、もう頭の中で皆さんイメージしてほしいんですけれども、興梠選手がぐっと前に行って、木下選手も釣られるように連動していく。で、そこで挟み込むようにボールを興梠選手が奪ったらもう速攻、サイドハーフの関根選手にポンと預けて、リターンパスをもらって、落とすから大久保選手がシュート放って興梠決まるとかね。いや、そこにこうボランチ2枚の金子選手と阿部選手もこう入ってくるとかね、そんなイメージですよ。もうゾクゾクしました。だけど、やっぱり攻撃の組み立てを後方からやってる赤組も、ショルツ選手とか岩波選手っはい。
がうまくこう、今中選手とか、西選手を使って、で、例えば西選手の外に、こう、白組を、プレスで引き寄せたと思ったら、平野選手が中空いてとかっていうような感じで、そこに伊藤選手とか小泉選手が絡んできてとかっていうような形で、面白かったです。面白かったですっていう言い方したら失礼ですけれども、なかなか見応えのある。だから、こう前からプレスかけられると、ちょっとボール回しが、ね、攻撃の組み立ての部分がうまくいかず、攻撃のスイッチが入らなかった。スイッチを入れるっていう、組み立ててスイッチを入れるっていうところの、こう、切り取りの部分ですよね。切り取りの部分、それから前からプレスをかけるっていう部分っていう、守備側は。その切り取りを合わせて、こういうゲーム形式なんだなっていうふうに。でそこからハーフコートからまた今度はピッチを大きくして、センターサークルの先端ぐらいのところ、で人数もちょっと増やしてとかっていう、でねミーティングで映像も結構見たみたいで、映像を見ただろうとかっていうような声とかも飛んでたし、突破の仕方はこうさっきと同じなんだけどちょっと奥行きを使って動きとかっていうのも増えてきましたね、後ろからの攻撃の組み立てで、で真ん中の数的優位を生かすのか、相手がこうゴール前グッと絞っちゃって、パスコースがないときは外使ってとか、なんかこうねトップから1枚降りてきてっていうような感じの組み立てが見れたりとかして、ただ数的不利な白組の守備は余計きつくなりましたね。人数増えたとはいえ。そうですよね。で、ディフェンスラインはだいたいこのぐらいまでに設定し、イメージでって、イメージで、そのボランチの選手とか前線がこう押し上げていくっていうような感じでした。で、それが終わって、終わりかなと思ったら、今度は6チームに分かれて、4対4のもうフットサルみたいな感じですよ。ああ、もうこれ2分間でどんどん回していくんですけれども、これがきついきつい。いや、そこの中で生き生きしてたのが、もう関根選手素晴らしかったですね。もう奪って走って、ね、シュート打って、またプレスかけてとかっていう。で、あとね、ああいう狭いエリアの中だと、木下選手、すごい上手かったです。そうなんですね。うん。意外っちゃ言っちゃ失礼ですけど、そういうやっぱ敏捷性というか、があるんですかね。多分手数をかけずに、もう、すぐもう、フットサルと同じで、すぐもうコースが見えたらシュート打つじゃないですか。ああ、なるほど。もう、そこなんだろうな、っていう。なるほどね。根っからのゴールハンターなんだ。っていうようなうまさを見せつけました。はぁーとかって思って。あと、写真でちょこっと出てたんですけど、浜野コーチが、なんか奥の方の、ね、2箇所に分かれた奥の方のグループのゴールキーパーを、ほら、ね、やってたわけなんですけど、キーパー3人しかいないので、浜野コーチが、キーパーで入ってたんですけれども、なんか、ゲーム終わった後に、ゴールポストのとここうやって、なんか、しょんぼりするような感じで下向いてて、あれって、で、なんかゴールポストバーンって叩いたりとかしてたから、あれとかって思ったら、見てらっしゃった方、他の記者さんが、いやー、解散ね、なんか、かなりスーパーミドルシュート、決められたりとか、スーパーループ放たれたりとか、崩されてシュート打たれたりとかして、ああ、なんか、ショックだったんだよ、きっと、とかって言われて、ああ、そうか、あれでもう気持ち切り替えてるんだな、とかって、いうふうに思う。僕の方はちょっとね、どんな形でやってたか、なかなか遠くって見れなかったんですけど、手前の方でこう、選手前入れ替えながらやってるんで、見てたけれども、その中で目についたのは、まあ、もちろん興梠選手もそうですし、関根選手、
それから木下選手あたりはもういいですね。で、田中選手がちょっとね、はい、プレスで、ちょっと、こう、痛いっていう感じで、うずくまった時に、興梠選手の組って、興梠選手、田中選手、ショルツ選手でキーパーっていうような感じだったので、で、田中選手が抜けちゃったんですよ、一瞬。そしたら、二人はダメでしょう、とかって言って、興梠選手が。さすがにね。いや、でもかなりね、攻守の切り替えも激しい、いい、ゲーム形式で体を追い込んでいました。まあ、週末に試合がなかったこともあるんでしょうけど、オフ明けからだいぶ激しい練習もしてるんですね、じゃあね。いや、週末に、聞いた話によりますと、まあ、練習試合があったのかな？練習の一環として、はい、試合形式をやったみたいです。ああ、なるほど、なるほど。で、練習の一環です。一環としてね。はい。なるほど。で、練習の一環として試合形式をやったっていうことは聞いてました。なるほど。フルコートでやったんです。なるほど、なるほど。だから、かなりきつかったと思いますよ。だから、一回バーッと上げて、また、超回復を狙って、っていうような感じなのかなーなんて、ちょっと思いながら。いい準備してると思います。あと、怪我人の状況とかはどういう感じですかね。トーマス、デン選手はもう完全復帰、選手からしてるじゃないですか。はい、で、関根選手は先週別メニューだったけれども、はいはい、今お話ししたように、キレッキレです。キレキレだと全く問題ないです。もう、それから、キャスパー・ユンカー選手は別メニューの調整で、ピッチには練習中は姿がなかったです。ほうほうほう。で、秋元選手はスパイクは履いていませんでしたけど、はい、ステップワークしたりランニングしたり意欲的に別メニューを取り組んでましたし、で、先週ゆっくりゆっくり本当にゆっくり歩いていた柴田選手がですね、はい、走ってました。ああ、走ってました。で、順調に回復してるっていうふうに思いました。なるほど。柴田選手の状態と秋元選手の状態を比べると、はい、秋元選手の方が復活が早いと思います。なるほど。阿部選手は、特に怪我をしてるわけじゃないですもんね。ないです、ないです。もう、バリバリやってますよ。バリバリ。残りの試合、ぜひね、阿部選手は見たいですからね。いや、必要ですよ。ね。クローザーとしてこうね、ぜひ、力を見せてほしいし、ねはい、今いる選手たちに、こういうことだよっていうのを、背中で教えてほしいです、はい。ベンチに帯同するだけでも違いますからね。そうですね。試合に向かっていく準備、一つ一つも全然違いますから、ね、そういうのをね、ぜひ見せてほしいなっていうふうに思いました。はい。高根への質問などございましたら、ウラレポ記事内の投稿フォームかコメント欄にて受け付けております。この音声レポートでは、ウラレツの日々のレポートをお送りしていますので、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。本日も高根、ありがとうございました。横浜マリノス戦に向けて、しっかりと準備していきましょう。